ラージ a を N×N 行列としましまょう一般的な n×n 行列に対して、余因子行列というのを次のように定義します。その余因子行列を a のチルダと書くんだけど、まずその ij 成分が、これ i j 余因子ですね。そのようになる行列。つまり i j 余因子を安直に行列として並べたもの。 そういうものを考えてそれを展示したものそれを余韻詞行列と言いますでこれ教科書と全く定義同じなんだけど書きっぷりが教科書とはちょっと違う風にしてるから違うものを書いてるように見えるかもしれませんがもう一度言うと同じものですでこんな風に余韻子行列を導入すると何が嬉しいかというと次の定理が成り立つそれはラージ A に対して a チルダをかけるとほぼほぼ単位行列になるただしそれは単位行列にディターミナント a 倍をしたものになっているというやつですで一方でラージ a に対して左から要因子行列をかけるどうなるか実は同じ行列が出てくるということです でこれ n が2の時は証明別にすぐできるんだけど n が3とかで一般の n になると証明するのちょっと大変ですともかくここではこうなることを認めましょう次に行きましょう,うあの余韻子行列っていうのは定義してみたんだけど1つぐらい計算しといた方がわかると思うのでここでは解答例を紹介しますえっと問題自身は先ほど まあ出てきた 3×3 行列なんですけどこれの余因子行列を求めようとそういう問題です答えまずどうすればいいかというと計算すべきものを最初に全部列挙しますえつまり余因子行列を最初に書き下しましょう4因子行列って何,何かっていうと余因子を安直に並べたものでその行列の点字ですだから11成分は 1> 1, 1行列を取り除いてディターミナントを考えるで符号の調整はマイナス1の1たす1乗をするから結局プラスだからこれですねこれを計算するこれが11成分ですじゃあ12成分はどうなってるかというと A の12ですねこれを考えてでディターミナントを取るで符号の調整をするんだけどそれはマイナス1の1たす 2乗です、ね、まあこれマイナスになるわけですねつまりプラスのところの横は必ずマイナスになります符号の調整で次13成分はどうなってるかというとまず行列の1行目と3列目を取り除くそしてディターミナントを考えるでそして符号の調整はマイナス1の 1+3 乗を考えるんだけど 1+3 は 1+2+1 と思えるから 隣の符号と一つ、隣の符号のマイナス1倍になってる。だからここプラスなんですねえ。つまり符号の調整は最初プラス、その横はマイナス、で、その横はプラス。交互に符号が出てきてる。えそんな風になってます。あと、まあ同様に計算すべきところは9個あるんだけど、まず最初にそれを全部書きます。で、これが、だからここに出てきてるのは、 i j 余韻子ってやつですね。でそれを最後に展知する。これが余韻子行列ってやつです。えっとここでは説明のためにここの丸で書いたところを書いてるんだけどこれは普通書かなくて最初に書くべきものはこの隣に書いたこれです。こいつ。例えば11成分のところだったら元の行列をこう見てあげて。 a のに相当するところここを書いてディターミナント考えてる。で、符号はプラスだとして、まあ、このように計算すべきものを全部書くわけですね。僕の経験によると、ここのところを書き下すときにかなり計算ミスをする可能性が高い。計算するとき、まあ注意してください。で、ここまで書き下してしまったら、あとはもう2る2行列、めんどくさいけど、9箇所。 計算すればくくて、てこう答えが出てくるで。最後点値するのを忘れちゃいけなくて、えっと、点値するとこんなふうに答えが出てきますよということです。これで OK。まあこんな感じですね。それでは次に行きましょう。これ先ほどと同じ例題なんだけど、えっと、余韻子行列、まあ、計算したんだけど点算するうまい方法があります。だからそれを紹介しましょう。 研算って言ったら一般的には答えが正しいか信憑性を上げるためのプロセスっていうのが研算まあそういうふうに理解してください例えばこの4因子行列ってやつまあここにこうなるって分かったわけですけどもしもこれが正しく計算できていたとしたら与えられた行列とこの a チルダをかけてあげると単位行列をディターミナント倍したもの つまりこのディターミナントはさっき6って分かってたからだから6000060006とこんな形になるということが分かってますだからこうなってるかをチェックしましょうまあ実際 a のところとま a r g a と a チルダこう並べてかけてみましょうで積の計算っていうのは一応思い出しとくと行と列つまり横の並びと縦の並び こういうふうなものをセットで考えて内積の要領で第1成分同士第2成分同士第3成分同士掛け合わして全部足すつまり今回だったら -64 足す0足す70ですねこんなふうになるで、まあ、行と列っていうのは行は選び方が今3つあるで列は選び方今3つある だからサザンが9。9箇所計算するところがあるけど、9箇所全部計算したら、積が定義できて、実際やってみると600、6000060006とえ、こんな風になることがわかった。だから、これは計算、おそらく正しいってことがわかります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、および高評価。 よろしくお願いします。えー、それではまた。